ヤルムーク川。イギリス移民統治領パレスチナの末期に繁栄闘争を行ったユダヤ人民兵に破壊された橋梁の後、ヤルムーク川はヨルダン川最大の支流でシリアヨルダンイスラエルの3カ国を流れている。ヨルダン川にはガリラヤコと死海の間で東から3本の大きな支流が流入し、それぞれが大きな険しい渓谷を形成している。北から順に ヤルムーク川、ヤボク川、アルノン川である。ヤルムーク川は、シリア南西部に発し、ゴラン高原の東から南へ回り込んで、ヨルダンとシリアの国境を形成し、ついで、ヨルダンとイスラエルの国境となり、ヨルダン側に流れ込んでいる。ヨルダン北部の大きな都市イルビド、古代都市がダラの遺跡や温泉リゾートの浜戸が出る、などは、ヤルムーク川渓谷付近にある。ヤルムーク川は、 ご覧高原の南の境界線にもなっている。政党カリフに率いられたアラブ人のイスラム国家が東ローマ帝国を破ったヤルムークの戦いは636年にヤルムーク側の南で起こっている。ありがとうございます。